日本真ん中共和国の県域日本、真ん中共和国とは、本州東西軸のほぼ中央に位置する福井県、滋賀県、三重県、岐阜県の4県が連携して行う、広域の観光誘致活動、域内交流を促進する事業の総称である。なお、これらの県域と事業の全体を包括する団体は存在していない。また、 1980年代の日本国内において多数設立されたミニ独立国とは規模が大きく異なるため本共和国をその定義に含めることは難しい。1997年以降近畿ブロック知事会と中部県知事会議の両方に入れられている福井県、滋賀県、三重県の3県による連携事業が行われていたが1999年に 当時の北川正康、三重県知事が岐阜県を含めて発展させる本共和国構想を提案し、2000年6月に設立となった。なお、愛知県は含まれていない。観光誘致活動では、日本国内における観光案内は、もとより2005年には中国、上海で行われた観光に関する博覧会へ、日本中央共和国の名で出展した。 交流は文化やスポーツなどの企画にとどまらず、産業、環境、福祉、医療、男女とも同産がなど多岐にわたり、従来の地方の枠組みに類似した形態の連携を行っている。1997年から1999年に開催された三重県、福井県、滋賀県の三県知事サミットから発展した共和国各県の首脳会議を 1> 年1回開催している。2002年度以降、各年度ごとに国内の特定の地域を文化首都と定め、1年間にわたり関係の県、市町村、各種団体が連携し、観光、文化イベントを重点的に実施している。2009年度の文化首都は滋賀県東大見市である。ありがとうございます。